ここから先は紋章がなければ立ち入り禁止だ。本日はお忙しいところ、誠にありがとうございます。こちらにお名前をご記入ください。
名前を書くのか。これでいいのか。はい、ありがとうございます。すいませんが、どちらの組の方でしょうか。風間組だ。風間組？俺も風間組なんだが、お前の顔は知らねえな。お前、怪しいぞ。おい、こいつを叩き出せ。本日はお忙しいところ誠にありがとうございます。こちらにお名前をご記入ください。名前を書くのか。これでいいのか。はい、ありがとうございます。すいませんが、どちらの組の方でしょうか。昔、堂島組にいた。そうなんですか。堂島の親父も10年前に桐生っていう男に殺されちまいましたからね。で、今度は世良会長も死んでしまうなんて。私は誰かが裏で糸引いてるんじゃないかって思ってるんですけどね。まもなく告別式が始まるので会場内でお待ちください。後で絶対に始末書を書かされるな。いや、葬儀のバイトでここに来てるんですが、喪章をどっかに落としてしまって、あれがないと裏口に入れないんですよ。どうしよう。確か外の受付の近くで落としたみたいなんだけどな。おい、
あ、それ私がなくした紋章見つけてくれたんですね。ありがとうございます。助かった。ここから先は紋章がなければ立ち入り禁止だ。しかしマネージャー、紋章は探し出したじゃないですか。そういう問題じゃないんだよ。あれほどあの紋章は大事だと言っただろう、君。しかも似たようなミスを今まで何度もしているじゃないか。あ？そうですか。わかりましたよ。こんな仕事こっちからやめてやりますよ。あ、おい。最近の若いやつは。最近の若いやつは。さっき紋章を探してくれた人ですね。ありがとうございました。何やら上司と揉めていたようだが。見てたんですか。実は紋章をなくしたことがバレちゃいまして、減給とか処分されそうだったんでこっちから辞めちゃいました。そうか。もともとこの仕事私に向いてませんでしたし、あのマネージャームカつくやつだし、ちょうどよかったですよ。せっかく探してもらった紋章ですけど、さっきゴミ箱に捨てちゃいました。もう私には関係ないですから。じゃあ私はこれで帰ります。
おう、葬儀関係者が。そろそろ葬儀が始まるから準備してくれ。ちょっと顔を貸してもらおうかい。関西の五代目近江連合の本部長寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合正面から堂々とはの、堂島の桐生。なぜ近江連合が俺を頼まれたんや。あんたの元兄弟に錦山の組長さんから写真の男を捕まえろってな。錦か。なんや、堂島の竜言うてもこの程度かい。
シンジ、実は今ここに来る前に襲われた。え？近江連合の奴にだ。どうも錦が指示しているらしい。まさか。だって錦のおじきは俺にはそんなこと一言も。お前も用心しろ。分かったな。はい。とにかく風間のおやすさんのところへ。おやさんはこちらです。行きましょう。葬式って言ってもみんな心の中じゃ何考えてるか。何せ登場界の三代目が死んだんです。跡目が誰になるのか、殺したのは誰か、どいつもこいつも腹の探り合いですよ。それに世良会長は若くして三代目を継いだんで妬まれることも多かったみたいです。参列者の中には清々した顔のやつもいますよ。そういえば最近は葬式あげるのも一苦労だって上の人間が愚痴ってました。兄貴が勤めに行ってる10年間で法律が厳しく。おやさんはこちらです。兄貴、到着しました。この部屋でしばらくお待ちください。今風間のおやさんを呼んできます。
カズマ。おやすさん。10年だ。俺はお前に何もしてやれなかった。全部俺がやったことです。おやすさんは何も。変わらねえな、お前だけは。おやすさん、何があったんすか？登場会は。それに、錦は。あったのか、あいつに。いえ。あいつはあの10年前の事件からすっかり変わっちまったんだ。妹にお前、弓を亡くしたあいつはこの世界でのし上がるために手段を選ばなかった。俺はあいつが鬼になるのを止めてやれなかったんだ。おやすさん、もう一つお前に伝えなきゃならんことがある。弓のことだ。ええ、行方不明って。それなんだが、弓は。おやすさん、風間のおじき、てめえ、お前、桐生、桐生、あ、なんやお前、堂島の兄の次は風間か。何考えとんじゃ、島の。おお、お前ら、絶対に生きて返すんやないで。王女せいや、キリュウ。カズマ、逃げろ。カズマ、ユミを、100億を頼む。行け。